引き伸ば式、藤本写真工業、ラッキー G70 コンピューター引き伸ば式とは、写真フィルムの像を拡大、投影し、因果紙に焼き付けるための機械である。引き伸ば式がいつ頃発明されたのかははっきりとは、わかっていない。しかし一般的になったのは、ライカの発売によるとされている。それまでのカメラは、フィルム内紙看板を因果紙に密着させ、 ポジ像を得ていたが、35mm フィルムは、そのままでは、干渉が難しい大きさなので、エルンストライツは、ライカのシステムの一環として、引き伸ば式を用意していた。初期の引き伸ば式は、太陽光を使うものもあったが、現在では専用の電球や、コールドライトを使うものが主流である。ただし、プラチナプリントなど露光に、紫外線を使う場合、 紫外線系高灯を使う場合もある。引き伸ばし用電球は一見普通の電球に見えるが、点灯スイッチを入れてから明るくなるのが早い、仕様である。普通の電球はスイッチを入れると最初暗く点灯し、だんだん明るくなり、しばらく経って、一定の明るさとなる。それでは、録音時間を倍にしても、録音量が正確な倍にならず、一種の相反則吹きが、発生する。 プリントさえできれば良いのであれば代用できると言えなくもないが露出をコントロールするためには引き伸ばし用電球を使用する必要がある。周酸公式、酸公式などがある。モノクロ引き伸ばしでは周酸公式、カラー引き伸ばしでは酸公式を採用していることが多い。機種によってはヘッドの部分を変えることにより周酸公式。 参考式のどちらでも使うことができるようになっている。引き伸ばしレンズは、フィルムの像を拡大、投影するために用いられる。カメラレンズの互換性が低いのとは異なり、ほとんどの引き伸ばしレンズはマウントに、ライカスクリューマウントを使っているため、様々なレンズメーカーのレンズを使うことが可能である。ブランドとしては、ローデンシュトックのロダゴンや、ロゴナー、 シュナイダークロイツナッハのコンポノンや、コンポナー、ライカのフォコター、コダックのエンラージング、エクター、富士フィルムのフジノン EX や、フジノン ES や、フジナー E、ニコンの L ニッコール、ミノルタの c e ッコールや、e ロッコール等が知られる。ただしカラー化、さらにはデジタル化に伴い引き伸ばし市場は縮小しており、上に上げた中でも撤退したメーカーが多い。 大きいプリントを作る際には、ヘッドの位置を上げなければならず小さいプリントを作る際には、ヘッドの位置を下げなければならない。あまりに、ヘッドの位置が高いと、ピント合わせが大変であり、あまりに、ヘッドの位置が低いと、イーゼルの改変や大焼き等に支障が出るので、作るプリントの大きさとネガの大きさに合った、焦点距離のレンズを選択する必要がある。 使用する引き伸ばしレンズの焦点距離は、撮影時に、標準レンズと呼ばれる、焦点距離を基本とし、大きいプリントを作る際には短め、小さなプリントを作る際には、長めの焦点距離のレンズを選ぶ。具体的にはが目安である。フィルムキャリアとは、フィルムを挟んで、引き伸ばし機にセットするためのホルダーである。隠しフォーマット専用のもの、ユニバーサルキャリアという、 様々なフォーマットに対応できるものまで様々である。ユニバーサルキャリアにはフィルムの紙片を囲む羽根がついており、これをスライドさせることにより開口部の面積を変えることができる。またガラスなし、片面ガラス付け、両面ガラス付けなどのタイプに分かれる。簡易にはアンチニュートンガラス2枚でネガを挟むことで代用でき、面倒ではあるが、平面性も高く保持できる。 カラー引き伸ばし機は色調整用 CP フィルターを入れることによって色補正ができるようになっている。現在はダイヤルを回すことによって値を簡単に変えることができるダイクロイックフィルターを装備する製品が大半である。作業は若干煩雑になるがモノクロ引き伸ばし機であっても撮影用の CC フィルターをフィルターポケットや引き伸ばしレンズの下に挿入することで カラー引き伸ば式として使うことが可能である。高い調印菓子を使う場合は専用のフィルターをフィルターポケットに挿入するのが一般的であるが、カラー引き伸ば式の色調整機能を使っても可能である。引き伸ば式とセットで使うことができるオプション機材としては以下のようなものがある。使うフィルムのフォーマットによりの大きく3つに分けられる。 またこれらの引き伸ば式以外にも、ミノックス版専用、16mm フィルム専用の引き伸ば式なども存在する。多くの引き伸ば式では、ヘッドの部分を支柱を中心に180度回転させて、床面投影、もしくは90度回転させて、壁面投影させることができる。こうすることで、全紙やロール紙などの大サイズのインガ紙への引き伸ばしが可能となる。 この場合、イーゼルマスクを使用することができないため、粘着テープなどで壁面もしくは床面に直接、ンガ紙を固定して使用する。自動的に焼き増しをする、ミニラボ装置が普及したことに加え、デジタルカメラの普及で、フィルムカメラの需要が少なくなったため、2010年、現在、引き伸ばし機単体の需要は少なくなりつつある。ありがとうございます。